ヘンリエッテ・ホン・ナッサウ・バイルブルクは、ドイツのナッサウ・バイルブルク家の子女で、ビュルテンベルク王族である、ビュルテンベルク公、ルートビヒの妻。ナッサウ・バイルブルク公カール・クリスティアンとその日で、オラニエ公ウィレム4世の娘であるカロリーネの間に、末娘として生まれた。ごく幼い頃に両親を亡くしたため、兄のナッサウ・バイルブルク皇、フリードリヒ・ビルヘルムの手元で育てられた。 1797年1月28日、ヘンリエッテは、ビュルテンベルク公フリードリヒ2世、オイゲンの次男ルートビヒと結婚した。ルートビヒは、マリアンナ・チャルトリスカと離婚しており、この結婚は再婚だった。ヘンリエッテと24歳年上の夫、ルートビヒの夫婦仲は、良好だったと言われる。ルートビヒは、プロイセンやロシアに将軍として仕えていたため、 ヘンリエッテも夫の転勤に従い各国を転々とした。ビュルテンベルクに帰国後の1811年、夫妻はルートビヒの兄であるビュルテンベルクをフリードリヒ一世よりキルヒハイム城を一家の住居として与えられた。夫の死後、ヘンリエッテは熱心に社会事業を行うようになり、キルヒハイムの街は彼女のおかげで発展した。晩年のヘンリエッテは 経験主義派の指導者、アルベルト・クナップに深く消えし、キルヒハイムではその後、長い間経験主義の説教師たちが、盛んに活動していた。オットルート・ビヒとの間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。